北斗神拳継承者ケンシロウか。されど心の目は開いておる。私の名はシュウ、南都白露拳のシュウだ。そう、私も乱世に散り、己の星の宿命に生きる南都六星拳の一人だ。お前の噂は聞いている。ケンシロウ、相手になってもらおう。こんな子供騙しは通用せんか。なんと乱れるとき北斗現れり。六星が乱れたときから私とお前は戦う定めにあったのだ。ならば我が剣の恐ろしさ、その体で知るがよい。なんと白露剣奥義、幽玄章。目は見えぬが心は読める。私にはお前の剣に対する恐怖はない。恐怖は気配を作り、敵に容易に間合いをつかませてしまう。よくぞかわした。これぞなんと六星剣、白露剣の神髄、烈却空武。さすがだな。この技を防いだのはお前が初めてだ。だが、どこまで逃げられるかな。だが、この私を倒さぬことには光は戻らぬ。何？これは、なんと降格剣。なぜ？甘いな。なぜ今の一撃でとどめを刺さん。強い。霊が己をかけたのがよくわかる。すまぬ。命をかけねばあなたの力を知ることができなかった。私は霊の親友、神の星衆、待っていた。ケンシロウ、あなたの来るのを。聖帝サウザを倒せる唯一の男。北斗神拳の継承者を。私の名はシュウ、なんと白露拳のシュウだ。よかったな、勇気ある子供たちよ。何？よし、出撃だ。ケンシロウ、あなたには話さねばならないことがある。また会おう。行くぞ。ここへ。さすがだ、ケンシロウ。奴らは聖帝サウザーの部隊。彼は世紀末制覇の野望を抱き、聖帝十字領を築くため、従順な子供を連れ去り、労働を強制している。我らレジスタンスはそのようなことは許すわけにはいかない。何？しかし、場所がわからぬ。場所さえわかれば、奇襲をかけて子供を救える。ケン、すまぬが力を貸してくれ。絶対にこの子たちは守ってみせる。もう逃げられんぞ。覚悟を決めろ。ここまでだ。何の得にもならんだと。今より輝こうとする子供たちの光を奪うことなど絶対に許せんだけだ。私の気を感じたか。お前の名は。最後の十人目はこの私だ。かかってこい。ダメだ。この少年は殺させぬ。この少年は誰よりも強く激しく光る可能性を秘めている。その輝きを止めてしまう権利は誰にもない。ただで命をくれとは言わん。代わりに俺の光をくれてやる。これで文句はなかろう。ケンシロウ、気にすることはない。目が見えぬ代わりに心が開いた。すべてが手に取るようにわかる。これも神の星の宿命だったのだ。私は間違っていなかった。私が失った光よりも、お前は強く激しく光り始めた。
そう、これが私の戦う理由だ。このアジトはみんなで工夫して作ったのだ。文明を失わせてはいけない。何としてもサウザーを倒し、子供たちを太陽の輝く未来の地に。疲れただろう。粗末な食事だが食べて休んでくれ。すまぬ、食料も底を突きかけているのでな。ジェイ、それは君の、君たち。戦いさえなければ、技術者として新しい世界を築ける者ばかりだ。ジェイは、婚約者の弟をサウザーから取り戻すまでは、絶対に死ねんと叫んでいる男だ。そして、他の連中も皆子供や兄弟を、サウザーに奪われてしまった者ばかりだ。なんと六星拳の崩壊は、妖精のユダの野望で始まったが、妖精を動かしたのはサウザー。サウザーは、この世紀末の世を待っていた。サウザーの星は、極星、なんと十字星。またの名を小星、独裁の星。肉親も友もない、あるのは己一人生まれついての帝王の星なんだ。他の五星は、小星の衛星に過ぎん。なんと政権では、サウザーを倒すことはできんのだ。せめて反旗を翻し、ゲリラとなって戦うことしか。おお、シバか。紹介しておこう。私の息子のシバだ。自ら志願し、少年兵として戦いに参加している。お前は食べたのか？嘘をつくな。私には人の心がわかる。さあ、みんなで食べなさい。心配せんでいい。さあ、いずれ食料も底をつく。今のうちに何とかしなければ。どうしたんだ、それは。そうか、それはよかった。うん、ありがとう。ん？待て！それを食べてはいかん！罠だ！その食料には毒が入っている！シバよ、お前も分かっただろう。聖帝を倒せる男は、あのケンシロウより他にないということが。さあみんな、悔しいだろうがその食べ物は捨てなさい。これが聖帝のやり方だ。聖帝との戦いで死んでいった子供たちだ。光を失ったこの目にも、涙だけは枯れぬ。自分に逆らう者は、たとえ子供といえどもあらゆる手段を使って殺していく。それがサウザーのやり方なのだ。何？まさかケンシロウが。うん。ケンシロウ、生きていてくれ。あの子たちのためにも。シバか、リンとバットはどうしている？そうか。シバよ、あのリンという子の強さを見たか。ケンシロウを信じて疑わないあの強さを。なんだ。何？お前が？命がけだぞ。シバ、私はなんと白露剣伝承者でありながら、息子のお前に剣法を教えようとしなかった。なぜだかわかるか。私が背負っている神の星の宿命を、お前にまで背負わせたくなかったからだ。こう思う愚かな親心と笑うがいい。しかし、私の星、神の星とはそれほど悲しい宿命を持っているのだ。だがシバよ、神の星の血はお前の体にも立派に流れていたようだ。お前の顔を触らせてくれ。目には見えぬが、お前の顔はよくわかる。お前の面差しは母親にそっくりだ。さあ行け、行って己が星の道を極めよ。もはや再び会うことはないかもしれぬ。これも神の星の宿命。しかし子供にはむごすぎる定め。死ぬな、シバ。気がついたか。見事に散った。骨のかけらも見つからぬほどに。褒めてやってくれ。私も今、我が息子シバを褒めていたところだ。お前は何も気にする必要はない。シバにも神の星の血が流れていた。私はシバを誇りに思っている。何？ついにこの基地を嗅ぎつけたか？その体で戦うのは無理だ。剣には眠り薬を飲ませてある。強力な眠り薬だ。いくら剣でも目を覚ますまい。リン、バット、二人に頼みがある。うん。用意はできたぞ。ここをまっすぐに下っていけば、きっと逃げ切れるはずだ。良いか、リン、バット、剣が目覚めたら伝えてくれ。
この剣に私や、そして不幸な時代に生きる子供たちの悲願がかかっていること。初めて会った時のお前は芝と同じぐらいの年であったろうか、ケンシロウ。一目でもお前の成長した姿を目の当たりに見たかった。たとえこの身は死すとも、我ら親子は何との星となりお前を見ているぞ。ケンシロウ、頼む。さらばだ。大丈夫だ、リン。お前の涙が私を一層強くするだろう。サウザー、たとえ貴様を倒せなくとも、アシュラとなって戦おう。この命尽きるまで。なんと列客残人。敵の動きを知るのは目でも耳でもない。私は心で気配を見切る。ならばこれならどうだ。サウザー、覚悟は。何？みんな。待て、サウザー、それでは約束が違う。サウザー。ケンシロウ、聞け、我が魂の叫びを。ケンシロウ、ケンシロウ。何？心配するでない。この岩をお前たちの命と思えば重くない。んか。たとえ力尽きようとも、この私の魂で支えてみせよう。リゾ、お前。ありがとう、リゾ。お前のその気持ちだけで十分だ。皆も聞くがよい。今動くことはない。お前たちの中にある心が動いただけで十分だ。強く生きよ、我が息子たち。ケンシロウ、我が声を聞け。感じる、来る。ケンシロウが我が魂の叫びに応えて、
ケンシロウが来るな。ケンシロウ来るな。来るでない。私はこの聖碑を積まねばならぬ。この石は百人の人質の命、そしてなんと六星剣の乱れを防ぎきれなかった私の心の痛み。サウサウよ、この石を抱えたままこの場で死ねというのか。よかろう。貴様のためではない。散っていったなんと六星のため、死んでいった星の男たちのため、せめて聖碑を積もう。しかしこの聖帝十字路はいずれ崩れ去る。北斗神拳伝承者の手によって、それが何との宿命。なんとは天帝の星として輝かぬ。どうやら私の命もここまで。一目見たかった。お前の成長した姿を。ケンシロウか。お前か。ケンシロウ。見える。なんということだ。神が最後に一つだけ願いを叶えてくれた。たくましくなったな、ケンシロウ。お前には我が息子シバの面影が見える。もはや悔いはない。私の神の星の血は間違っていなかった。行け、ケンシロウ。そして時代を開け。私はいつもお前を見ているぞ。シバが待っている。妻も。さらばだ、ケンシロウ。俺の中で生きよ、神の星の男。